FM-7 は、富士通が発売した8ビットパソコンであり、正式名称は富士通マイクロ7。富士通は、この FM-7 のヒットにより、シャープ、NEC と共に、パソコン後参加と呼ばれるようになる。FM-7 は1982年11月、FM-8 の連価版後継機種として発売された。開発時の名称は f m 8ニア。 FM-8 と一定の互換性があり、アプリケーション、OS、開発言語、ツール、周辺機器の資産継承が考慮されていた。FM-8 を含んで、FM-7、8シリーズと呼ばれ、CPU の高速化等、実質的には FM-8 の性能が向上した後継機にあたる。 モトローラ社の MPU68 バイト09をメイン CPU とグラフィックを独立制御するディスプレイサブシステムへそれぞれ搭載する 2CPU のアーキテクチャを採用。FM-8 と同様にオプションの Z80 カードが搭載可能になっており、CP-M や OX で使われた SOS ソードなど、Z80CPU ベースのシステムを動作させることも、 可能になっている。この Z80 カード用スロットは後にユーザーベースで63、c ーレ AQ を搭載するのにも使われた。KaiBasicV3.0 がロムに搭載されている。漢字ロム、カード、フロッピーディスクドライブはオプション。発売当初のイメージキャラクターはタモリ。キャッチコピーは青少年は興奮する。競合機種と同等のカラー表示に、 PSG が付き価格が安かったことから、FM-7 は一定の普及を見て、富士通をパソコン後3夜の地位にまで押し上げた。FM-7 に橋を発する低価格、高性能という路線は、PC ユーザー拡大に貢献し、80年代パソコンブームの原動力となった。FM-7 が販売面で成功したのは、本体価格が1 2 6 0円という低価格にも、かかわらず、 当時の最新機能を盛り込み1クラス上の PC に、匹敵、または凌駕する性能を備えていたことにある。同時期の人気機種は、NEC PC-8、学生を中心に人気があった、パピコンこと NEC PC-6001 や、コモドールビッグ -1001 などの初心者 PC のユーザー層にも大きな影響を与え、その成功から、FM-7 を引き継ぐ形で、 後継機が完全上位互換で作られていく形になる。FM-8 から引き続き、広いメモリ領域とベレム領域の確保と、処理速度向上のためにメイン、サブに独立した6809を搭載する、贅沢なアーキテクチャを採用した。FM-8 を外する、この設計は、マルチ CPU としてではなく、ホスト CPU とグラフィック端末の関係にあり、サブ CPU に、 処理の大きな表示周りの作業をさせることによるメイン CPU の負担を軽減することに目的があった。また、このグラフィックスサブシステムの実装ではキャラクターコードをハードウェア的にフォントに展開するテキストベレムを持たなかったためハードウェアによるスクロールが使えない画面モードでは当時の処理速度と比較して広大なグラフィックベレムを再描画する必要があり リスト表示などでのスクロールのもたつきやカーソルを移動するとその通り道にあったグラフィックも消えてしまうという制限を引き継いでいる。また、リアルタイムゲームが流行すると、両システム間の転送容量に制限やタイムラグがあったこと、キーボードのスキャンを専用 CPU に任せ、チャタリング除去なども言っているために、ブレイク以外のキーでは謳歌した結果しか認識できず、ユーザーの間では、 リアルタイムゲーム向きではないとされ、議論になった。前日の通り、任意のコードの実行を想定して設計されているわけではないサブシステムではあったが、サブシステムモニタ開発時、デバッグ用に実装されたメンテナンスコマンドの利用や、そのノウハウの蓄積、工述する内部技術資料の積極的な公開により、サブシステムで任意のプログラムを実行することで、描画の高速化や、 高速にデータを転送するテクニックなどが考案され、ハードウェア的なキー入力の制限を除けば、競合機種と同等のゲームが発売されるようになっていった。他社と同様、富士通も本体添付品や別売マニュアルという形で、BIOS、i、O アドレス、ファームウェア、システムコマンド等を積極的に公開した。また富士通の支援により、FM シリーズ専門誌、 を FM をはじめとして、技術評論者や工学者などから、活用マニュアルなどと呼ばれる良質なリファレンスマニュアルが多く出版された。また、ショールームやサポートセンター経由では、内部技術資料なども必要に応じて比較的、簡単に入手できた。回路設計の問題としては、同等の音源を搭載した多機種に比較して、サウンド出力にデジタル回路からリークしたノイズも多く、 断れも見られた。1985年、スペインのシーコインサ社という富士通に近い会社より、FM-7 が販売されている。FM-8 との主な共通点。FM-8 との主な際。FM-7 本体添付品オプション他のモデルのように実装機器による商品バリエーションはないが、後期にリファインされた同等の機種が発売された。 FMU7FM-77 は1984年 FM-7 後継機種として FMU7 と共に発売された FM-11 と同様にキーボードを分離し3.5インチフロッピーディスクドライブ実数第一水準漢字ロムを本体に内蔵したモデルであるディスク版カイベーシック V3.0 リットル2.0と FM ロゴが付属したキーボードは パラレルインターフェースでコードは黄色いカールコードとなっているが太い。本体色はオフホワイト。本体の発熱量が高く長時間使用し続けているとフロッピードライブに入れたディスクまで熱くなるという特徴があった。拡張性が FM-7 に比べ大きく向上しメモリ管理ユニットであるメモリマネージメントレジスタを搭載して メイン側のメモリアドレス空間が256基部に広がったほか、サブシステムが改良され、サイクルスチールにより、ベレムアクセスのタイミングなどが向上し、表示が高速化された。ただし、MMR 使用時には、MPU クロックが 2MHz から 1.6MHz に低下した。専用オプションとして、400ラインセット、1MB フロッピーコントロールカード。 スーパーインポーズユニットなども用意された。400ラインセットは99,800円と大変高価であったため、後にラム容量と日本語、ワードプロセッサが削られたレンカ版の400、ラインセット2が49,800円で用意された。1メガバイトフロッピーコントロールカードは当初回、ベーシック V3.5 と OS-9 レベル2でしかサポートされていなかったが、 あとに400ラインセット不要で使用できるように買い、ベーシック V3.1 が用意された。スーパーインポーズユニットは200ラインでしか使用できないため、400ラインセットとは、排他的に使用する必要があった。FM-7 とは、ほぼ完全上位互換であるが、MPU クロックを FM-8 相当に落とす、機能は削除されている。 ブートモードは従来機種のディップスイッチ方式からボタン式スイッチ方式に変更され、ブート1、ブート2、ベーシックの3種類から選択できる。ブート1スイッチは1メガバイトフロッピードスモード、ブート2スイッチは320キロバイトフロッピードスモード、ベーシックスイッチは回、ベーシックモードになっており、FM-7。7 ニュー7と比較して1メガバイトフロッピードスモードが追加された。なお、FM ニュー7と異なり全ロットでフロッピーディスクのステップレートの変更はできない。また、グラフィックモードスイッチでサイクルスチールの ON、OFF が選択でき、オフ時には FM-7、ニュー7同等の描画速度となる。内蔵オプションは互換スロットが用意されていたため、 FM-7 用の各種増設カードはほぼそのまま使用可能になっているがミニフロッピーディスクインターフェースカード、漢字ロムカード等、すでに実装済みの機能と等価の一部周辺機器については利用できない。外部オプションはインターフェースコネクタが変更されたため同じケーブルでは接続できなくなったが信号線は変更されなかったためケーブルさえ用意できれば FM-7 用の各種外部オプションは使用可能。FM-77D1、D2 本体添付品追加オプション FM-77AV は FM-7、FM-77 FM シリーズの上位機種となるシリーズ。1985年に初代機が発売され、FM タウンズシリーズの発売される直前の1988年秋まで、 マイナーチェンジが繰り返された。初代 FM77AV はメタリックダークグレーに近い色であるが基本的に黒に近い色を基調としたデザインでシリーズは展開されている。イメージキャラは南の陽子。f m 1 6タ s d f m 1 6イ等と同様 FM-7 の系譜では本機より正式な機種名からは FM と 77との間のハイフンはなくなった。しかし、従来機種の流れから、ソフトウェアパッケージや雑誌記事、ウェブの記述などでは、ハイフンを入れて記述されることも多く見られる。従来の640ドット200ライン発色画に画面持てるようになったほか、320ドット200、ライン4096色という当時では、画期的な色数の同時発色を可能とし、キャッチコピーでは、 カラー化した映画などで使われた語である、総天然色にかけて、総う、天、さ、ショック、と歌った。セットの専用モニターは、テレビチューナー内蔵で、単体でもテレビ放送が、受信可能でビデオ入力端子も装備。a v 四十シリーズでは、すべてのピクセルに対し二十六万色から、任意の色を表示できるようになっているが、選択可能な色数が画素数を上回ったため、 広告から同時発色の記述はなくなっている。オプションのビデオディジタイズカード増設で専用テレビを通じてテレビ放送、ビデオ入力などからの画像取り込みもできた。4096色モードではパレットの割り当てにより重ね合わせ付きの64色2画面、16色3画面、8色4画面、単色12画面モードなどにすることができた。また、 ベレムのオフセット指定による横8ドット、縦1ドットごとのハードウェアスクロール機能があり、オフセットは2画面別々に設定できた。このため、家庭用ゲーム機並みのゲーム画面も実現可能だった。アナログ RGB ディスプレイのコネクタ及びケーブルは EIAJ 規格の RGB21 ピンのクロスケーブルが使われた。また、サブシステム側 MPU を停止することにより、 メイン MPU からベレムなど、サブシステム側の資源に直接アクセスすることが可能になったほか、新サブシステムの機能として、ハードウェアによる直線保管、論理演算機能付きのラインコマンドや、ペイントコマンドなどを搭載した。FM-8、7、77では1ドット単位で描画していた、シンボルコマンドも直線保管機能を利用するようになり、高速化している。 キーボードは、大カだけではなく、開放も認識できるようになった。キーボードは、初代 FM77AV では電話の受話器と同じ、4ピンモジュラージャックを使用した細いカールコードによる接続で、初代 FM77AV のキーボードは、赤外線によるワイヤレス接続や、N キーロールオーバーもサポートしていたが、これらの機能は、後継機種では、 コストダウンのため段階的に撤廃される。AV20、AV40 では、電話回線と同じ6ピンモジュラージャック、AV20EX、AV40EX、AV40SX は、S 端子と同形上の4ピンミニリンコネクタを使用している。キーボードエンコーダには仕掛けがあり、特定の操作をすると、マニュアルにない機能があったり、隠しメッセージが表示されるようになっている。 FM-7、77シリーズとは高い互換性を持つ。内蔵オプションは Z80 カード用スロットが削除されたため、メイン CPU の切り替えが不可能になり CP、M などの OS はサポートされなくなったが、FM-7 互換スロットは用意されたため、各種増設カードはほぼそのまま使用可能だった。外部オプションは、 一部インターフェースが使用変更されたためモジュール方式の i、大拡張ユニットや FM-77 に用意された専用オプションなどは使用できなくなったが、プリンターなどはケーブルさえ用意すればそのまま使用可能だった。起動時のベーシックモード、DOS モードを選択する、ブートモードスイッチ及びサイクルスチールの ON、OFF を選択する、グラフィックモード。これは、 ブート機構に工夫がなされており、リセットがかかるとまずイニシエータロムが表に出て、そこから起動。画面モード、アナログパレットなど、新規デバイスの初期化を行い、モードスイッチを読み取って、ベーシックロムを有効化させたり、ラム領域にするかなどの設定を行った後、従来のブート機構に制御を移すという二段構えの初期化機構が採用されており、 これによって新たなモードスイッチを用いない上位互換を確保している。このため FM77AV 専用ではないアプリケーションソフトやゲームソフトにもリアルタイムキースキャン DMAC に対応するリバイバー DMAC に対応するキスオブマーダー殺意の接吻など FM77AV で拡張されたハードウェアの機能を使用できるようになっているものが存在する。 FM77AV-1 に追加オプション。ありがとうございます。